どうも、トラクチです。寒すぎてカラオケ来たわ、マジで。今仕事の合間でちょっと緊急で動画回してるんですけども、ついにですよ、タイガースが、はい、ブライアン・ケラー投手獲得、イエーイ。ってことはダブルケラー投手誕生ってことで、はい、まあケラー投手、ブライアン・ケラー投手に関しては先発ってことなんで、先発として取ってってるから、まあケラー投手の系統、ケラー系統っていうのがね見れるんじゃないかなっていうところでね、ちょっと楽しみやな。タイガース選手の交代をお知らせしてます、いたします。ピッチャーケラーに代わりましてケラー見たいね、見たいね。でケラー投手はね、メジャー経験こそないんですけども、マイナーの経験豊富で、今季レッドソックス 3A でね、プレーして31試合で6勝5敗、防御率 3.27 をマーク、113イニングで126奪三振を奪った。まあ三振率高いピッチャーやね、そう考えるとイニングよりは取ってるってことか。うん、で、3クォーターのフォームが特徴、カットボール、カーブ、チェンジアップなどを操り、制球力に優れてる。まあ球種が多い方がね、それは先発として、まあ相手に的を絞られないというか、まあ長いイニングを投げるわけなんでね、中継ぎと違って、はい、まあというところで、まあまあ球種が多いってことに越したことはないよね。で、まだ28歳ってことで、来シーズン29歳かなっていうところで、体格もでかいですし、まだまだそれこそ、伸びしろある選手なんでね、これ昨日も言ったと思うけど、まだ伸びしろある選手なんでね、まだまだ頑張ってほしいなと、どんどん成長していってほしいなと思いますよね。で、まあ、3A 通算がね、62試合で9勝9敗 3.64 防御率ね、まあまあまあ悪くはないな。ちょっとごめん、サビからちょっとコーヒー飲まして。カラオケでさ、コーヒー、ホットコーヒーなんか頼むの初めて、まあさて、大きい、ケラー投手ね、ブライアン・ケラー投手のコメント、がタイガースでプレーする機会をいただき非常に興奮していますと、チームメイト、監督、コーチ、スタッフ、そしてとても熱狂的だと聞いているタイガースファンの皆様と会えるのを楽しみにしています。こちらこそ楽しみにしています。自分のできるベストを尽くしてチームの勝利、そして優勝に貢献していきたいと思いますとコメントしました。背番号はね、24に決まったらしいですね。で、推定年俸は、60万ドル、約8100万円ってことで、うん、昨日もそうやけど、お買い得な感じする、個人的には本当に。うん、2人とも思ってたより金額が抑えられてってことで、うん、いい、まあ、言い方悪いかもしれんけど、いい買い物ができたんじゃないかなと、いい選手を取れたんじゃないかなとね、いうふうに思います。はい。まあ、これでタイガース新外国人選手2日連続で、まあ、第2弾ってことになりましたけども、まだまだね、取るやろうって調査してるって言われてる選手はいてるんでね、決定でなればね、また全力でね応援していきたいなと思いますし、とりあえずね1年間、ケラー投手よろしくお願いします。ブライアン・ケラー投手からカイル・ケラー投手にね、こうスイッチするっていうところを見たいし、まあ、ビーズリー投手、昨日取ったビーズリー投手もいてるわけやから、外国人コンビで、系統っていう形で全員とお立ちで上がるっていう姿も見てみたいしな。うん、とかね、まあ、いろいろ楽しみが増えたんでね、まあ1年間あれに向かって戦っていこうや、おー戦っていこうやないかってことでね、はい。そして、日曜日のね、YouTube の、 生配信でね、定期配信で、動画前半の方、とか今週ね、もう企画あって、撮ってますか、言ったんですけども、はい、編集ももう終わってるんですけども、まあ、こういう情報とかがない日にね、また上げたいなと思ってるので、はい。まあ、いつでも上げれる状態なんで、はい、待っててください。はい、ではね、以上で本日の動画は短いですけども終わります。本日も皆さんありがとうございました。みんなで一緒にあれするでー。